いやー、切な形式だよ。さて、今回も人の可能性を見に行きたいと思いますね。どうすればいいんだった。開いてる。開いてるかな。あ、これでどうだ。危ないですから、非常の場合は非常の場合の他は外に出ないでください。ハンドルを引くとドアは手で開けられます。開けろ。普通ならこれで開くはずなのに。あ、こっちも開かんのね。クソ野郎。カナタン大丈夫かい。カナタン、おなんだい、カナタン、カナタン、そこには変わり種があった。カナさんの姿があった。わかる、濁った目、死人の目、死の証拠。どうしてあの時カナさんを止められなかったのだろう。あそこでカナさんを一人にしなければこんなことには。止めれたん、あの時。よかったじゃないか。やめろ。自分に正直になれよ。やめろ。死んでくれてほっとしただろ。違う。嫌いだったんだろ。うるさい。自分だけが不幸のように思っているやつなんて。黙れ。僕の一部のくせに。人なんて読むか知らんけど、いぶかしむしか脳がないくせに。認めろよ。やめろ。死にたい。こんな人間生きていちゃダメなんだ。僕には何もできない。他人の不幸を喜ぶ嫌な人間だ。3人になってしまった。以降特技、人休み。人が死んだんだぞお前。おい隼人、お前人が死んだんだぞお前。油断大敵か。クール、やたらクールになってる。さっきアナウンスで復旧まで1時間と言っていたな。そうしたら戻れるのか。本当だよ。てかこれ何なんだよ。何なんだよ。よっしゃ、ひと休みだろ。ひと休みじゃ。休んだらどうにかなるそうな気がする。うん。誰だったっけ。特技か。ひと休みと、とりあえず移動しませんか。もうここは何もなさそうだし、向こうに何かあるかも。いろいろと見たくないものもあるし。ああ、じゃあ行こうか。女性陣が全員消えてしまったなよ。今考えたら、すぐ近くに見ようと思えば見えるところに死体がある。しかも僕はその人の生前の姿を知っている。信じられない。信じたくない。だから僕は目を背ける。でも信じざるを得ない。この感覚は夢ではなく現実のもの。目を背けてもそれは事実であり続ける。人が死んでいるという真実、人が死んでいるという事実。おーおー、事実受け止め。ん？なんだ今の。下になんか動きよけど。来るな。かーっ、鬱陶しい。ビャーボラメイン。この日を境に、彼、青さんの名前は、あだ名はね、ネズミ殺しのおっさんと呼ばれている。ふう。移動が終わったんだ。ひと休みどころか結構疲れたような気がするよな。ひと休みって言えたのか、そしてこっちにいてもいいのか。許してもらえるわけないよね。でも僕は行くよ。立ち直る。どんどん立ち直るぞ。僕はもうどんどん立ち直るぞ。めちゃくちゃひどいな、それ。ちょっとひどい意見、ちょっと。
とりあえず話していいかな。話す。助かるさ、きっと。俺はお前を信じてる。きっとお任せ。冷たいツッコミだよ、もう。帽子似合ってないぞ。うん。さ、同じこと言える、こいつ。ちょっと、パターン、パターン。パターン、2パターン目ない、なんや。さて、どうしたもんか。またもう一回、あれなんか。ひと休みしないか。ひと休み。ひと休み。特技、ひと休み。ひと休みが特技。お、お客様にご連絡いたします。先ほどの急停車で、お客様の中にお怪我をなさった人がいらっしゃいましたら、これから車掌が周りにいますので、お伝えください。おい、車掌、お前、おう、おけがどころか死人が二人おるんぞ、お前。早く来いや。おいらやったら危ないやろか。てか、車掌おるんかよ。早く入ってこいや。入ってくるなら入ってこいや。車掌？車掌？人間？俺、人間になりたーい！って言いそうな言葉だ。よっしゃー、早く来い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 。もう、めちゃくちゃ来い来い言ってる。なんか、麻雀で、自分の手駒こいこい言ってる人のような感覚。外部とのつながりが戻ったのか。来たー。え、どうした。ダダーン。あー、なんかヤバいの来てる。ゾンビ来てる。これはバイオハザードですか。バイオハザードですか。違います。可能性です。人の可能性を信じるための戦いです。何？あれ、人間か。こっちに来る。あ、これそのまま置いとったらどうなるんだろう。あ、止まってくれた。止まってくれた。ちょっと待ってくれてる、待ってくれてる。これちょっと5分ぐらい待ってみようか。5分ぐらい。ちょっと待っててね。ちょっとトイレ行ってこようか。行くかボケ。どうしよう。これどれ。先手必勝。少し様子を見よう。考えてみよう。少なくとも見た目は人間ではない。考えても分かるわ。それはさすがに考えても。そして僕たちの他に人はいない。でもアナウンスが聞こえるってことは車掌なのか。嘘。ここの電車の車掌さん、こんなに毎日風呂入ってなさそうな見た目しとん。つか服嫌い、着替えろよお前。そう、匂ってきてやがる。もし人間だったら殴りかかったら犯罪だよな。でも怪物だったら、襲われたら誰かが怪我する前に倒すべきか。どうしよう。そりゃ設定必勝でいきましょうか。ほら、もう先制攻撃できる距離じゃない。おい、止まれ止まれってば。おい、やっぱりこいつできた。あー、先制攻撃できる距離じゃなかったんかい。お怪我をなさったお客様はいらっしゃいませんか。はい、私怪我してます。心の怪我してます。心は怪我してます。どうしてか直してくださいよ。心の怪我ですよ。心の怪我をしております。もうこれまでの出来事でちょっと心が病んでおります。だから直してください。心を治療してくださいよ。メンタル。ほら。つかさ、この見た目だぜ。怪我はお前の方がめちゃくちゃしてるかなってな。ほら。弱点はどこだ。頭を狙い。あー、お客、あー、流血。そんなところで流血するのか。早く耐えて。流血直すってどうなるかあるか知らん。とりあえず耐えて。流血ってなんだろうな。一定時間でどんどんダメージ食らっていくんか。毒みたいなもんなんか、もしかして。てか、HP 回復しな。早田の非常食をいただこうか。コンビニおにぎり。おにぎり、ちょっと詰めて。殴れ、お前ら。流血直したいな。流血ちょっと残してたらまずい感があるけど、直すアイテムない。もう一丁早とおにぎり2個目。お米2個目。さあ、どうよ。とりあえず回復して、あとはゴリ押しビートですな。不審な動きを見せたがある。やばい、なんか来そうだ。防御しとこう。主人公だけ防御しとるっていうな。誠くんだけ防御しとった。で、避けたよ、結局。防御の意味なかった。
構硬いねこいつ。とりあえずバンバン殴るしかないんだけど、特技って何もなかったの。確か確かかなたんがあの特技回復あるやん、特技あったやん、殴るってあるやん、殴る強さやな。コマンド使おう。どれどれ、敵をよく見て。あ、流血耐性あるでこれよ、みたいな。これ先につけとったら、ハヤト流血なかったかもしれんのか。ちょっともったいない。よく、敵をよく見て。あー、ハヤト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 、ちょっとハヤト、敵をよく見てって言ったじゃん。ハヤト、ハヤト生きるこれ。倒したよ。ハヤト死んでくから。で、青の記憶。ハヤト生きるこれ。このイベントで、ハヤト、いけるん？勝ったけどよ。か、勝った。よかった。ハヤト、いけるやん。ハヤト、ピンピンしとるんだよ。ハヤト、お前どうしたん？どういう、なんなんお前、ゴキブリなんお前。すごいな、ハヤト。そして、帽子似合ってないぞ。何が起こってる？どうしてこうなった？どこで間違えた？誰のせいで？帰りたい。家に帰りたい。外に出たい。早く、早く、早く。ハヤト、落ち着け。僕の悪い癖だ。一人で抱え込んで、意味もなく苦しんで、悩んでも無駄なことで悩むな。考える意味のあることだけ考えろ。気になることはいくつかある。その謎が解けたら、今の状況を説明できる？でも、僕たち、帰れるのかな？帰れる帰れないを論じる時じゃないだろう。根拠の、話し合いをしたって無駄さ。今は帰れることだけを考えよう。そう、ですよね。おっさん、希望をもたらしてくれるのか、俺たちに可能性を導き出してくれるのか。さっきの化け物が来るときにさ、扉の開く音を聞こえたよな。そういえば、そうだったね。いけるで、そこから出れる。出れるよ。出れるよ。開いているか調べてくれよ。みんな、ここで待ってて。危険になったら、すぐ助け呼ぶから。先手攻撃食らってる。敵からの先手攻撃だ、これ。停電。みんな、大丈夫？何今の音？なんかレーザー光線食らっ、おっさん、おっさん、な、おっさんどこ行ったん？あ、戻った。おっさんがいない。トイレかな？阿久津さんがいない。トイレかな？な、トイレな？トイレ行ったんよ。わあ、ああ、はやっちゃん、はやっちゃん。ちょっと、俺のせいじゃない、俺のせいじゃないって。お前、やめすぎやろ。てか、帽子似合ってないぞ。おっさん、トイレ行ったん？おっさん、開いとる。開いとるやん。おっさん、こっちか？おっさん、なんか落ちとるよ。あ、虫や。おっさんが踏み切りした虫や。あ。神様がこの行いを見よったんだろうな。だから、おっさん、敵にやられちまったよ。おっさん、こっちじゃなかったかな。こっちじゃなかったかな。めんどくさいぞ。くそやろ、おっさん。おっさん。おっさんどこへおるんや。お前トイレちゃうんか。で、トイレどこなん。トイレだとして、トイレ、これトイレなんこれ。あ、トイレや。トイレ来てしまう。ふぅ、気持ちよかったぜ。よっしゃ、おっさん。おっさんどこや。あ、はやた、お前。おい、お前。帽子似合ってない？うん。え？なんか音聞こえるな。え、どこ？どこどこ？え？開いとるやん。さっきまで開いてなかったやん。おい、おっさん。おっさん、この音なんすか？え、なんすかこの音。テイクの6両目。ステータスチェック。はやちゃんついてきてるやん。HP 少な。あ、そうか。死んだ状態で戦闘から終わっ帰ってきたけんか。回復じゃ回復。どれ？おにぎり、おにぎり、ちょっとズームで。飴玉、飴玉、ゲロベ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 ロ。ハヤト、飴食べすぎだよ。糖尿病になるぞ。
赤の記憶とかなんだろうこれ。記憶のかけらやって、なんだろうね。準備完了。ちょっと待って、ちょっと待って、セーブできん。そう、このまま行くしかないんか。というわけで今回はこの辺で。戦闘になりそうな気がするけど、次のパートから行きますわ。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。シーワゲ。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。